熊本県の木村隆知事は一般事務職はいらないなどと発言したことについて昨日この発言を訂正した上で謝罪しました。それがどう切り取られるかというところを、十分踏まえていなかったところについてはやっぱりも申し訳なく思います。発言についてはしっかりと気をつけてまいりたいと思います。木村知事は20日県内で建設業や介護職などで人手不足が深刻化する一方で事務職に人気が集まる現状について、一般事務職とかはいらない、過激な言い方だけど普通科なんていらないなどと発言していました。木村知事は昨日発言の真意を問われると次のように答えました。事務職をなくすとかですね、また県内の普通科高校を全廃するとかそういうつもりは全くございません。そういうエッセンシャルワーカーの人をもっと増やしていきたいと思いでもあった中での発言でございましたので、そこは訂正してお詫びしたいと思います。知事の発言をめぐっては県庁に電話やメールで苦情が複数寄せられたということです。